ジョージア・オキーフは20世紀のアメリカを代表する女性画家。夫は写真家のアルフレッド・スティー・グリッツ。オキーフは70年にも及ぶ長い瓦礫の中でほとんど風景、花、そして動物の骨だけをテーマとして描き続けた。中でもオキーフの名を一躍有名にした画面いっぱいに拡大して花の絵を描いた作品群や 牛の頭蓋一骨を遺コのように遺言を込めて描いた作品群がよく知られる。また、アメリカで抽象画を描き始めた最初期の画家の一人でもあり、基本的には具象的モチーフにこだわりつつも、時折抽象画も手掛け、精密派の画家として、生涯にわたって抽象への関心を抱き続けた。オキーフは、ウィスコンシン州の農家に生まれた。父は、 アイルランド系、母はハンガリーからの移民。7人兄弟の2番目の子供であり、長女だった。マディソンで高校時代を過ごした後に、シカゴ美術館附属美術大学で絵画を学び、さらに、ニューヨークのアートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークに入学、ウィリアム・メリット・チェイスに指示した。ニューヨーク滞在中に、将来の夫となる写真家のスティーグ・グリッツに出会っている。1九0年、 シカゴに戻りイラストレーターとして働いたが、1910年、病気が元で家族がいたバージニア州に移る。オキーフも一時、絵画から離れていたが、バージニア大学の書き講座に出席し、アーサー・ウェスリー・ダウに出会ったことがきっかけで再び、描き始めるようになった。ありがとうございます。